どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、あとちょっと、ゴールデンウィークに使えるアレンジをちょっとやってみたんですけど、今回はお子さん向けかな、なんかこうちょっとサイドにこうまとめた感じのアレンジなんですけど、このサイドの髪の毛結構邪魔になってくると思うんですけど、それをちょっと簡単に可愛いちょっとゴムとかで留めてまとめるっていう本当シンプルなアレンジをちょっとやってみました。お子さん向けに一応作ったんですけど、こう大人の方とかでも結構お仕事中とか下にこう髪の毛こう落ちてきたりとかするかなと思うんですけど、こういう風な感じで、アクセサリーとか変えたりとかするだけで多分大人でも子供でも使えるようなアレンジになるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。それでは動画を始めていきます。はい、じゃあ始めていきます。まずオイル、 N ドットのオイルをつけていきます。こう髪の毛ちょっとサイドとかにも結構まとめるので、だからまとめた時に細かい毛が出てこないようにオイルだったりスタイリング剤を最初につけておきます。次にサイドの髪の毛を分け取っていきます。だいたい耳後ろぐらいで分け取って、後ろの髪の毛をダッカールで留めておきます。で次にもちろんこう顔周りとかの髪の毛下ろしてもらってもいいんですけど、今回ちょっと完全にまとめちゃうので、その辺はちょっとお好みでやってください。でサイドの髪の毛を後ろに向かって引っ張りますね。で向かって引っ張って、ここでゴム、ちょっとなんかお気に入りのゴムでいいかなと思うので、それを後ろ向きに結んでいきます。だいたい耳の高さぐらいに合わせて結ぶとベストかなと思います。で真ん中に空洞を開けて、指を下から通してくるりんぱを1回やります。でそのままぎゅーっと絞っていきます。で絞った時にこのくるりんぱしたところの髪の毛を少しだけルーズにボリュームを出していきます。本当になんかこうふわっとこうボリュームが出るぐらいで大丈夫かなと思うので、あんまり出しすぎには注意してください。ボリューム感とかはこのぐらいで、前から見た時も少しこうふわっと動きが出てるぐらいになってます。反対側も同様に耳後ろで分けて、後ろをダッカールで留めておきます。サイドの髪の毛を後ろにまとめてゴムで結んでいきます。だいたい耳ぐらいの位置ですね。で空洞を少し開けてくるりんぱをしていきます。ゴムの部分を少し押さえてくるりんぱのところをほぐしていきます。ちょっと凹凸ができるぐらいで大丈夫ですので、出しすぎには注意してください。でここの割れ目が気になる方って結構いらっしゃるかなと思うので、そういう時はこの櫛で髪の毛をこうなぞるような感じで分け目を消していってあげます。このやり方の動画また作っているので、最後に関連動画で出しておきます。でダッカールを外していきます。最後に余裕があればコテとかで毛先を動きをつけてあげても可愛いかなと思いますので、ちょっとお好みで内巻きに巻いたりとかしてアクセントをつけてください。別にこうやってこうコテとかで巻かなくてもそのままでも大丈夫ですので、もう本当にお好みでやってもらえるといいかなと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。結構シンプルな感じの、サイドアレンジですね。結構毛先とかも動きつけた方が可愛く仕上がるかなと思います。
前から見た感じもこんな感じですね。よかったら参考にしてみてください。